おっすー、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。これは難しそうだなぁ。嫌な予感しかしねえよなぁ。じゃあ参りましょうか。また時間かかりそうだな。これやべえな、おい。寂しい。三段ジャンプからの、メット踏み？オッケー、ヒップクルーン、クッス。なるほどなるほどなるほど、綺麗に斜め落ちして踏んでドアに入ればいいのかな。こんなもんか。うわ、行き過ぎるパターンもあるのか。よし来た、オッケー。おっ、オッケー、いい反応だけどダメ。三段ジャンプからの三段ジャンプかな。壁キック2333ガリア、オッケー。223ガリア、オッケー。倒してボム兵持っていって、あ、オッケーだね。こうだね。うわー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 、はしゃぎすぎだろ。これむずいな、これめっちゃむずいな。時間とりあえず使ってもいいから、ここは抜ける練習をしよう。めっちゃむずい。おー、抜けた。なるほど、タイミングよくいくと OK なんだ。かぶって、あー、これ多分ダメなんじゃねえか。あー、間違いねえな。結構ギリギリでいかないとダメだね、これは。あ、そこに当たる方が難しいでしょう、お兄さん。よし、 OK。 はいはいはい、くるん、しっかりキャンセル入れて、よし、これでどうだ。 OK、 間に合う間に合う。え、これさ、あ、そういうことか。これあれだ、多分できる。ほら、持っていくんだ。多分これ持っていくのが正規なんじゃないか。ほら、思った通り。で、ドアに入って、ちくわ、あ、そういうことか。このパウ持っていかなきゃいけないんじゃない。ほら、みー、おっと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 、お、意味が分かんないぜ。ここでいける？オッケー。落ち着いてくる。オッケー。ここが一番難しいかも。どうだろう、ギリギリ？いけた！よっしゃ！これは落ち着いて食らって、かぶって戻って、キックで戻って、キックで戻って、OK。持っていくんだろう？で、トントントンで、ここでかぶっちゃえばいいのか。OK。よし。パウ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 。こんなもん？よし、来たー。間に合うかな？間に合いましたね。2? 3ガリアか。オッケー。ちょっと待って。かぶる。はい。流れだ。これ流れのやつだ。届け。オッケー。オッケーオッケー。あったよ、あったよ、あったよ。いいじゃん。あっ、持ってく。持ってくよ。持ってくのか？本当に持ってくのか？はぁ、危ねえよ。オッケー。はい。あ、ゴールしたわ。めっちゃ、時間余った。やったー。こっからさらにあるんだろうな、地獄だろうなと今思いながらやってたんだけど。はい、続きましてはこちら、僕立てましんっていうコースをやってみたいと思います。クリア率高えな。でも俺これ中身分かってんだよな。絶対あれだわ、簡単そうに見えるけどってやつでしょ。これちょっとあれできないかな。ほら、ちょっとあれできますよ。わかった。倍速かけるわ。3倍速、4倍速ぐらいでいきます。よーし。
これ最初のこの動画の最初のスピランよりきついんですけど。どういうこっちゃ。きっとみんなが楽しめる60秒スピードラン。飛空船だ。飛空船のって珍しいよな。これ走りっぱですね。なんかこれやった記憶あるな。気のせいかな。あ、なんかやった記憶あるぞこれ。こっちか。気のせいかな。あ、なんかやった気すんな。気のせいかな。まあいいか。まあいいか。かぶるんだね。投げますよ。で、今度は倒すんだね。オッケー。そっか、壊せんの。危ねえ。はい。あ、外した。と、上、詰まった。はい。時間は、結構ギリギリ。いや、余裕ありますね。大丈夫そう。オッケー。ゴルー、お疲れ。はい、続きましてはこちらです。いつだったかな。とりあえず10月のうちにいただいたコースです。参りましょう。とりあえずやってみて。了解。なんかあるんだろうな。なんかあるんでしょうね。なんすかね。昨日こう孔明じゃなかったですね。孔明でしたね。どうしようもない。なんとかなるんじゃないかな。オッケー。耐えたぞ。よいしょ。うわあ、せっかく脱出したのに。ちっこい方がさ、機動力があるから。こっちで行きましょうか。絶対これ、なんかあるぞ。じゃあ、機能効果、どうしよう。必要じゃないね。よかったですね。なんすかこのくぼみ。気になるわ。なんもねえか。でもなんもねえか。うっ、落ち着いた。一服でもしようかみたいな感じだったの。あっぶれ。ねえのかい。あの上いけそうだな。一応これを入っておこうか。やったー、中間だー。大丈夫かな、中間取って。まあ、死んだらちびっこだからね。あ、ああ、そのくぼみは大丈夫なのか。そのくぼみは大丈夫だった。なんかゴール臭くないですかこれ。中間置いた意味がないか、まさか。おやおや、今、マリオ変な動きしましたね。10月の23日にいただいたコース。孔明多すぎ。やばいなぁ。嫌な予感がするなぁ。あるよね。ねえんかい。ねえのかよ。ファイヤーか。これいただいておきましょうか。上なんかあるか。ないか。逆ベルト。全然孔明置かれてないですね。ないですよ。普通にないですよ。あー、ちょっと何をやってんのかな。ここに TOC。 はい、ごっちゃんです。あ、一緒に行ける。右あんのかな。とりあえず土管を先に入っておきましょう。オッケー。中間だー。やったー。そうなんだよね。 TOC だとツタ登れないからね。オッケー。カロン口に含んでいくと、あ、ゴールだこれ。イエーイ。孔明は TOC の入ってるあれぐらいだけだったもんな。すごいねこれ。芸術品みたい。爆発する山？爆発するキノコ山？ん？違う。エクスプロージョンじゃねえや。あれか、探検するか。
探検するな。違うかも、それも違うかも。ちょっと怪しいわ。エクスプロワーって探検するだっけ、どうだったっけ。でも流れ的にそんな感じするよね。うん、そんな感じするわ。おっと、これいるんじゃない。うお、ワンワン音が降ってきた山から。とんでもねえ山だな。あ、進めねえ。うお、ぶねえ。いー、死ぬ、あぶねえ。さっきから危ないな、いろいろ。さあ行きましょう。一応捨てとくか。すげえ、楽しい。これ大丈夫？大丈夫じゃなかった。さあ、仕切り直し。ダブねえ、いきなり死にそうになった。赤コインを頑張って取っていきたいですよね。いやあ、ぶねえ、助かった。多分左上にあるよな。ねえか、オッケー。これ乗って乗って、上は？ない。オッケー。これもあるな。さてはあるな。ねえんか？行きたいけど行けねえ。ありそうだよな。あ、よかった、なかったですね。今右下確認してこなかったけど大丈夫かな。あ、大丈夫そうだね。オッケーオッケー。ここに赤コインない？大丈夫、大丈夫そう。オッケー、乗ったまんまジャンプ。はい、うわー、ドーン。ん？なんか出た。バネか。赤コインはとりあえずなさそう。あと3枚。上はいつでもいけるよ。オッケー。あと2枚。嘘。もう取り逃してきた俺。洞窟内からやり直しは効くんだね。あった、やっぱり。でもそれでも1枚取り逃してるよ。これでもどうやって取るのよ。こんなもんかな。あ、噛みった。噛みったけども。これでも結局あと1枚見つかってないよ。ここにはなかったもんね。この辺は？あったー。やったー。死ぬ。あぶねえ。よしよし。ほっ。この中、外出たところにあったよね。イエーイ。鍵ゲット。お、なるほど。ちびっこ状態の方がいいかな。口の中に含んでいくスタイルでいこうか、じゃあ。でもこれヨッシーはヨッシーで難しいよな。普通にアクション難しくなりますよね、ヨッシー乗ってると。しっかり踏んで対応していく。オッケー、上か。こいつだな。オッケー、はい。お、ボールあった、やった、イエーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。